忍者めぐまる。おはようございます、めぐまるです。おはようございます、まーさんです。はい、佐渡ツーリング2日目です。今日はね、昨日とは全く違ってね、いい天気になりました。やっほー。やっほー。なんか体感も全然違うね、気持ちいい。やっぱね、遠くまで見えるですね。うん。で、今日はね、大里スカイラインとか。今はまた通行止めって書いてあったね、スカイライン。そう。本当。スカイライン今日行こうと思ったんだけど。いや、なんか昨日のお昼1時に開通になったんですよ。おかしいな。消し忘れ？わかんない、ちょっと後で調べて。一応予定としてはスカイラインとか、あの北側のあたりを中心に回ろうかなと思ってます。で、とりあえずね、あのお腹が空いたんで朝ごはんを食べに向かってます。はい、それでは2日目行ってみましょう。うん、今ね350号線を走ってるんですけどね、うん、ここがね昨日買い物した島村島村なんですけど、この島村のちょっと先にね、朝ごはんが食べられるパン屋さんがあるんでね、ここで朝ごはんにします。そっちだね、あれローソンだ。ローソンに入ろうとしちゃった。はい、着いた。開いた。すごいいい匂い。あ、いい匂い。かわいいけど、かわいいけど、いただきます。うん、あ、おいしい。固めなくなっちゃった。何入ってる？お腹いっぱい。うん、あそこのパン屋さん良かったね、うん、すごいね、お店の中がまずパンのいい匂い幸せの香り。あれ、あれでちょっとね遅いのも許せたかなみたいな。うん、ね、結構まず飲み物はちょっと早めに欲しかったね。結構ね、なんかメニューは豊富でしたね。ねね、あそこのお店に限らずなんですけど、佐渡に来て思うのは、本当どこに入ってもすごく時間がかかるんでね、ツーリングの計画を立てるときにそういう食事とかはかなり長めに見ておいた方がいいかもしれないです。この後ね、大佐渡スカイラインに向かいます。うん、さっきね、電光掲示板にスカイライン通行止めって書いてあったけどね、やっぱり消し忘れなのかな、スカイラインはね、通れました。なのでね、ちょっとこれから行ってみます。どんな感じなんだろうね。ちょっと頂上がさ見えてないからね。ていうかもう寒いんだけど足が。なんか着る？うん、もう着るもんねえもん。ないのか。
山に行くときはジェットコールはダメだね。みんなほらテンション高いからやえーしてくるんだよ。あ、どんな絶景が待ってるかしら。見て、まあさ、じゃあ馬、馬、あ、馬がゴロンしてる。かわいいよ、ほら。子馬もいる。ほら、見て、馬がゴロンしてるよ。かわいいんだけど。なんで？寝てんの？気持ちよくて寝てんだ、昨日寒かったから。可愛いんですけど。うまうま、可愛い、こんなリラックスしちゃって超可愛い。虫すげえやっぱりいるな。ありがとう、癒しをくれて。めっちゃ可愛い。電源落としてねえか。可愛い。お、落ちた。スカイライン入り口に馬がいます。すごいね、砂ぼこりが。これは家族なのかな、これね。そうじゃない。可愛い。よし、行くよ。じゃあねけど、なんかもっとこう元気よく登ってほしいんだけど。登らない。そうだね。これ125cc だ。元気よく登らない。まあでも辺り見ながらこう登っていくのも楽しいんだ。あっという間に駆け抜けちゃうかな。うん、まあ見て、スキー場がある。さっきのアスレチックもじゃあスキー場なのかな、ほら。スキー場、キャンプ場、ね、常にこういう道なんだね、これ。滑り止めのね、これなんか亀の子みたいな。亀の子、雪があるよ、ほら。除雪したんでしょ。すごいよね。そう、佐渡スカイライン、ちょうどうちら昨日佐渡に入ってるんですけどね、昨日の午後1時に冬季通行止めが解除になって通行可能になったんですよね。昨日はちょっと天気が悪かったんで来なかったんですけどね。おお、高い高い。おお、すごい。なんかもう雲の中、あそこじゃない、休憩ポイント。あ、ここか、ここだ、休憩ポイント。ここ、これやってんのかな。いたっきり貼ったんじゃ。本当だ、やってないんだ。おーって言いたいところだけど真っ白だよ。あー、ほんとだねえ。完全すっぽり、すっぽり雲の中みたいな。あー、これ綺麗に見えたらすごいよな。ねえ、そう、なんかあのね、 Google マップで見たらすごかったから、ここ寄りたいなと思った。雲の中だった。
と。雪がすごいね。寒い。うん。三速だと失速するよ。あ、すごい。高い。あ、この辺が頂上なのかな。ねえ。うわ、雪だよ。すごいな。すごい雪。うわ、綺麗だよ。ほら。うわ、すごい。あ、ちくしょう。すごいね。あっち海かな。うん、すごい雲がさ、うん、下にあるんだけど。すごい。すごいね。綺麗。あ、ここが頂上。942m。最高点。雪がほら。そっか、最高位だから今度はずっと坂か。うん、下るんだよ。寒っ。雲が、雲、もくもくの中じゃね、雲が見える。動画で撮れるから、ここ雲の通り道、ここ。すごいな。ね、面白い。このスカイラインのどっかで、あれなんだろう、この島全部がもう見渡せる場所があるんだろう。そう、なんかそう、佐渡が一望できるみたいなさ。でもまあ無理だよね、これじゃね。ここら辺で浮きと多分佐渡が一望できる。あ、あった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 。ピー、誰もいません。ちょっと佐渡一望してこようよ。でもなんかね、より見えた。あのほら、海岸線とか見えるもんね。あそこがあの湾になってるとこなんだな。あれ綺麗に見えるだよ。あ、でも真っ白で何も見えないつもりで来たからさ、見えたと思ってちょっと感動しちゃった。え、思ってたより見えたでしょ。でも楽しい。モンキーってとこがいいね。ああ。ほら、上りはちょっともうちょっと元気欲しいかなと思うけど、下りはほらあんまそういうのがないじゃん。見えてさ、海の中まで見える。こっからきれいだわ。はい、降りてきました。
かいくらね Google マップ見てもこの先ねなんかそうコンビニとかそういうお店が見当たらないんでね、とりあえずコンビニでなんか食べ物を買ってからこの先進もうかなと思います。写真撮ってるやっぱりちゃんとさ景色のいいとこには駐車場があるんだね。おう、わあ素敵。急遽ランチいただきます。いや最高でしょいや昨日はさあんなんでどうなるかなと思ったけど来てよかった。おかか渋いでしょおかかのおにぎり。いただきます。綺麗だし、地球は丸い。ごめん。ごちそうさまでした。最高のランチだったぜ。コンビニでおにぎり買っといて。